クリシュナはヒンドゥー教の神である。ヒンドゥー教でも最も人気があり、広い地域で信仰されている神の一柱であり、宗派によってはクリシュナとして、あるいはビシュヌの決心として、スバヤン・マガバーンであるとみなされている。初期のクリシュナ崇拝は神としての信仰でないもの、例えばクリシュナ・バースデーバ信仰、バーラ・クリシュナ信仰、ゴー・パーラ信仰を含み、 これらは早ければ、紀元前4世紀まで遡ることができる。クリシュナはビシュヌ派の一派、ガウディやバイシュナバ派では、最高神に位置づけられ、他のすべての化身の起源とみなされている。クリシュナという名前は、黒い、暗い、濃い青のという意味の形容詞でもある。ヒンドゥー歴では、満月から新月、すなわち月が欠けていく半月を、クリシュナパクシャと呼ぶが、このクリシュナは、 暗くなるという形容詞に関係している。クリシュナは彼の特徴を反映する多くの異名、称号を持つことでも知られている。よく知られているものでは、モーハナ、ゴービンダ、ゴーパーラ、マーダバ、ダーモーダラ、ウペンドラなどが挙げられる。また、インド東部における、ジャガンナートのように地域ごとに特別な異名を持つ異名も存在する。約1万6000人もの人がいたことで知られる。 別名を、ダーサということや、肌の色が黒いことから、元来アーリア人ではない土着の神格である。ヤーダバ族の指導者だった人物が、死後神格化されたものとみなされている。その名の通り、クリシュナの肌の色は通常黒、または暗い色と表現されるが、彫像や、現代の絵画では青い肌で表現されることが多い。そして金色の胴体をまとい、 孔雀の羽の王冠をいただいた姿で描写される。多くの場合少年、または青年の姿で独特のくつろいだ様子で立ち、横笛を演奏する様子が描かれる。神話に語られるエピソードの一場面を切り取った描写も多く、例えばバターを盗む幼児の姿、山を持ち上げる姿、アルジュナの魚者を務める姿などが挙げられる。また、額に刻まれている U の文字は、 ビシュヌ人を表している。地域によって独特なクリシュナの表現を持つ場合がある。例えば、オリスタ州のジャガンナートやマハーラーシュトラ州のビトーバ、アーンドラプラデーシュ州のベーンカテ庭シュワラ、ラージャスターン州のシュリナートジーなどがある。クリシュナの行動を記録する最も初期の媒体はジ、ョジシマハーバーラタである。この中でクリシュナは、ヤド族の超バスデーバの息子、 バララーマの弟、ビシュヌの決心として、主要人物の一人として登場する。その中のバガバット・ギーターでは、主人公、アルジュナの導き手として登場する。これにおいてクリシュナは、神への献身的な愛を解き、これは、バクティとして、キリスト教世界などでも広く知られている。また、バーガバタ・プラーナでは、クリシュナ伝説が修正されている。 有名な愛人ラーダーとの恋については、詩集、サッタサインが書室であり、ジャヤデーバのギータゴービンダは、インド文学史上特に有名である。ヤーダバ族のオーカンサは、多くの悪行を働いていた。神々は対策を協議し、ビシュヌが、カンサの妹デーバキーの体内に宿り、クリシュナとして誕生するよう定めた。ある時カンサは、 デーバキーとその夫のバスデーバを乗せた馬車の御車を務めていた。都への途上、どこからか、デーバキーの8番目の子が、カンサを殺すという声が聞こえた。恐れをなしたカンサは、バスデーバとデーバキーを牢に閉じ込め、そこで生まれてくる息子たちを、次々と殺した。デーバキーは7番目の子バララーマと8番目のクリシュナが、生まれると直ちに、ヤムナー川のほとりに住む。 牛飼いのナンダの娘とすり替え、二人を五クラの町に逃がして、牛飼いに預けた。クリシュナは幼い時から、そのわんぱくさと怪力を発揮し、ミルクの壺を割ったために、ママ母のアショーダーに、大きな石臼に縛られた際にはその渦を引きずって二本の大木の間にすり寄り、その大木を倒した。また、ヤムナー川に住む竜王のカーリーアが悪事を成したことから、これを追い払った。 インドラの採取の準備をする牛飼いたちに家畜や山岳を祭ることを勧めた際はこれに起こったインドラが大雨を降らせたがクリシュナはゴーバルガナさんを引き抜いて一本の指に乗せ牛飼いたちを雨から守った成長したクリシュナは牛飼いの女性たちの人気を集めたが彼はその一人ラーダーを愛した一方監査はクリシュナが生きていることを知り すぐさま配下のアスラたちを資格として送り込むが、ことごとく帰り討ちにされた。そこで、監査は、クリシュナとバララーマをマプラーの戸へ呼び寄せて、殺害を図るもクリシュナに倒された。クリシュナの武器は、ビシュヌ人のスダルシャチャクラであるまた、相手の生命力を吸い取ったり、自在に体の大きさや重さを変えることも可能であった。 アルジュナが兄弟との共通の妻であるドラウパディとの結婚に際しての規定を破ったので、12年間の巡礼に出て旅も終わりに近づいた頃、プラバーサでクリシュナと会う。アルジュナの兄弟がドゥルヨーダナの兄弟と決戦を行うとき、アルジュナは非戦闘員としてのクリシュナを選び、ドゥルヨーダナはクリシュナの強力な軍隊を選んだ。そうして決戦は始まったがアルジュナは、 同族の戦いの意義について疑念を抱き、戦意を喪失した。この時、クリシュナがアルジュナを鼓舞するために説いたヨーガの秘説がバガバットギーターである。アルジュナは神弓ガンディーバを用い、クリシュナの軍略も用いて勝利を収めた。無敵を誇ったクリシュナだが、この世を去ろうとヨーガの体制をとって瞑想していた際、ジャラという漁師が誤っていた矢に、 急所である足の裏を打たれて、記号の最後を遂げる。クリシュナ意識国際協会のスティーブン・ローゼンは、クリシュナという語の本義について、引っ張るを意味する語、クリシュを語源と仮定し、すべてを魅了するものと翻訳している。ありがとうございます。